どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日はデッキ紹介でも何でもありません。私は怒っています、私は怒っていますという動画です。マジで大人舐めんの、マジいい加減にしろよ。マジ大人のことを舐めるのをいい加減にしろ。俺はコナミを救いたい。ですね、どういう動画かっていうと、まあ、今この自爆心、最強の自爆心ウィラコチャラスカっていうイベントが来ていて、これどういうイベントかっていうと、あの狂犬おじさんいるじゃないですか、あのレックス・ゴドウィンさん、長官ね、長官を、こいつをなんかあの倒してくれみたいなイベントなんですよね。で、まあ、そもそも前回の、レックス・ゴドウィンのイベントが結構過去、まあ、トップ3に入るくらいクソイベントだったんで、結構やばいんですけど、もうそもそもこのイベント自体が、まあ、クソつまらんっていうね、クソつまんねえっていうめちゃくちゃ今日ははっきり言います、クソつまんねえっていう、まあ、あのイベントなんですけども、このイベントがまた復刻して出てくるっていう時点で、まず1ポイント、まずイラつくポイントが、ムカつきとかね、まず1ポイントあるじゃないですか。でおすすめ報酬に出てくるこのブラックボンバー、これ結構強いんですよ。これが欲しくて、まあ、これを使いたくて、あの僕は周回してて、でこいつがね、あまりにも落ちない、あまりにも、俺は怒ってる。これ俺だけじゃないんですよ、俺だけじゃなくて、まあ、ツイッター界隈とか、あとディスコード界隈でもそうなんですけど、みんな結構ブラックボンバーが落ちない落ちないって言ってて、俺も最初正直、今そう言ったって 2,3 時間ぐらいやれば落ちるでしょと思ってたんですけども、今の累計ポイントね、累計ポイント、ちょ見てもらえる、これ皆さん今何ポイントでしょうか。私はですね、今この3月の17日の今撮影は16時ぐらいやってるんですけど、累計ダメージ4,433,200ポイント、総討伐数ね、これ総討伐数531体ですよ。これでやっと3枚揃ったんですよ、これでやっと。ちなみにこのポイントやっても3枚揃ってない人はたくさんいます。おかしいだろ、どうなってんだよ。バイマーセの感触の枚数20枚ってどういうことだよ、どうなってんだよこのゲーム、神ゲーだな。じゃあそのさ、いやカード集まんなくて遊戯をできないっていう問題マジでやめて、本当にもうクソくだらないからさ、ブラックボンバー3枚集まんないって、俺このイベントがやりたくて遊戯をデュエルミスやってんじゃねえんだよ、この報酬を使ってデュエルがしてえから遊戯をデュエルミスやってんだよ、このイベントが楽しくやってんじゃねえんだよ、勘違いしないでくれ、勘違いすんな、マジでおかしいだろ、どうなってんだよこれ。ほんと結構ね、いろんな人が言ってて、いやもちろんね、もちろんさ、そのまあこのイベントを少し待てばちょっとこうレベルが高い自爆心が出てきやすくなって、虹箱が出てきやすくなったりするんですけども、そうじゃないじゃん、やっぱさ、もう実装されたらすぐ使いたいのがデュエリストじゃん。これをさ、俺だってこれ何時間かと思いますよ、この作業するのに、ブラックボンバー3枚集めるのに13時間ですよ、13時間。その昨日イベント来たんですけど、昨日の、まあ、17時ぐらいから始めて、終わったの次の日の朝6時ですか、やばくないですか、大人舐めすぎじゃないですか、さすがに舐めすぎだろ。終始切れ散らかしてますけども、もう本当にこれ倍回せ、感謝がもう起きるわっていうね。これしかもね、虹箱がね出ねえんだ、また虹箱が出ねえんだよ、おかしいよな、どうなってんだよ、何を考えてこのイベントデザインしたの、ほんまに俺は怒ってる。っていう動画です、今日はマジでこれだけは伝えたくて、このイベントが史上最低のイベントだって言ってる人がすげえ多いよっていうことと、あとブラックボンバー絞りすぎてふざけんなっていうことね。まあ、あの正直、あとこいつの顔もムカつくし、レックス・ゴドウィン のこの顔もムカつくし、あとデュエリストのくせにこんなになんかその筋肉が有り余ってることもムカつく。ちょ、なんでそんなに胸筋あんの、そんなに鍛える必要なくない。でもう一個言いたいのは、累計報酬で一応ブラックボンバーが880万とか、これだ、880万だね、880万ポイントで1枚
ゲットできるんだけども、それ以外ないんだよ。それ以外ないので、そのいつも通りその EX 宝玉っていうのがまあ周回してると手に入るんですけども、この報酬のこれね、これ集めるとさ結構交換できたりするんですけど、ちょっと見てもらえますか、ここ、これないんすよ、ないんですよ。え、意味わかんなくない？俺1430個の EX 宝玉、これ何のためにもなってないからね、何にも交換する意味がないっていう。これやべえだろ、これバグだろ、これ設定バグだろ、これおかしいだろ。ここに普通ブラックボンバーあんじゃん、普通だったら。ねえんだよ、バグだろ、ふざけんなよマジで。俺がぶち切れてる今、マジで。これは動画を撮らずにはいられなかった俺は。だから何が言いたいかっていうと、そのブラックボンバーが、まあ、3枚欲しい場合はこの累計報酬は1枚しかないから2枚ドロップしないといけないんですよ。2枚ドロップしないといけない。で見てください、討伐531でやっと揃ったって200、まあ780体に1枚ってことでしょ、大体。これまあ巷では300体にあの1枚って言われてるんですけど、300体に1枚のさ、そのなんかカード集めるためにさ、社会人のさ人とかさ、やってらんないじゃん正直。そんなのやってらんなくない？ほんと大人なめんの、マジいい加減にしろよと、そういう動画です今日は。それだけマジで言いたくて、本当に勘弁してほしい。もうどうにかして、その課金でもなんでもいいからさ、そのカードすぐ使えるようにしようぜ。もう集めるのにさ心折れてやめちゃう人いるの俺嫌なんだよ。まあそのログイン一律がどうのこうのはあると思うけど、そのカード集まんなくてマジくだらねえと思ってやめちゃう方がさ問題じゃない？俺そう思うんだよね。皆さんはどう思うでしょうか？ぜひですね、このキレ散らかしてるおじさんはじゃあお前言い過ぎだろみたいなあのこともあると思うんで、ぜひね皆さんがどう思ってるかコメントで教えてください。俺はこれはいかがなものかと思うよ。このイベントは本当に過去最低のイベントだと俺は思ってるね、というわけでまた次の動画でねお会いしましょう。バイ。